はいどうもりょういちです。それでは 7days to die やっていきたいと思います。チェストをね、少し増やしました。そしてね、ちゃんと看板つけてね、わかりやすくしました。いい感じですね。そしてね、あの、レベル40になって、えー、スチール、スチール系のね、えー、ツール作れました。で、あの、エレクトリックフェンスもね、えー、ジェネレーターも作ったのでね、今回ちょっとね、あの、報道用に新たなゾンビ迎撃システムをね、 えー、作りたいと思います。はい。地上に来ました。鉄塔のなんであの上の部分が崩れてるんだろう。上の部分だけ。なぜか。ねスクリーマーが来たとしたら、下を殴ってね、全部、総崩れになると思うけど、なぜ上だけ、あんな変なところだけ崩れてしまったんだろうか。わからないけど、何が起きたんだ。なぜ上だけないんだろうね。わかんないね。まあ、いいか。とりあえず、じゃあ、報道用に、そうだな。 スペースが結構いるんだよな。今回のゾンビ迎撃システム。ここ邪魔だからな。これ取り払って、この壁を取り払って作るか。焼けた森は視界が悪いからあんまり作りたくないしな。結構もう拠点ボロボロなんだよな。壁とかね。スクリーマーとか野良ホ道が結構来てるからね。うん、やっぱこっちは視界悪いからやめとこう。 そうだな。となると、まあ、あっち側か、こっち側。まあ、壁壊して、ちょっと広めに取るか、苗ぶっ壊すかだよね。こっち畑あるんだよね。畑と植林場が若干あるから、う、え、ん、ー、ちょっと戦いにくいよね。戦いにくいか。まあ、完全に離すという手もあるけど、そうだな。ここだな。うん。ここにしよう。 この車壊して、ナイもちょっと壊せば。うん、いいんじゃないかいけそうだな。あのナイぐらいだったらすぐ壊れるだろうし。木もね、集めたいからね。よし、ではね、作っていきましょう。大体の形はね、イメージしてるからね。あまりでもデカすぎるとコストがかかりすぎるからな。まあ、今回、試しだから、コンパクトで行ってみようか。どうせ7日目だから、そんなにね、来ないだろうしね。うん。おそらく大丈夫だろう。 とりあえず、真ん中となる部分に、まあ、こういう感じで、まあ足場というかね、戦う、戦う、自分がやっぱいるスペースを作っとこう。1、2、3、4、4段、5段にしとこうか。5段で、あ、4、4になっちゃってるあ、4、4マスになっちゃった。4×4、偶数。 でもまあ、どっちでもいいんだけど、奇数にしよう。奇数の方が、都合がいいだろう、絶対。3×3 だとちょっと狭いのかな。5×5 にするとちょっとでかいよね。5×5 はちょっとでかい気がするんだよ。3でいいや。今後本当にコンパクトにね、まとめていきたいから、3でいこう。よし。OKOK。 よいしょ。OK。3×3。まあ、ここまでゾンビが来たらすぐ、この足場なくなるだろうな。よいしょ。OK。だからこれでいい。まあ、登り口ははしごかなんか。あ、真ん中を柱にして、そこを登り口にしようか。別にここはそんなに使わないし、ここに到達する前にゾンビを、 あの、倒すというシステムだから、今回のゾンビ迎撃システムはね。だから、ここは梱をつけよう。で、俺が上に上がれるように。本当見張り台あゾンビを観察するためだけの台。うん、そんな感じ。で、えー、ここで足場はもう完成だな。強化先にしようか。はい、強化終わりました。そしてね、ここからランプをね、置いていきましょう。ランプを、まあ、こんな風に、横向きで、まあ、3ぐらい。 斜めにこうなるようにね置いていく感じですねこんな感じでできるだけ長く、まあ、45ぐらいはいってもいいねです5ぐらい5ぐらい行こうかで反対側もこんな感じで5マスぐらいね置いていこう12345 よいしょ OKOKOK そうできましたこれで1面これを同じように4面ねあと残り3面えー、ねランプを置いていく感じですねよしでは置いていくか よし、形はね、できましたね。とりあえず一気に強化していきましょう。 よし、教科も終了ですね。おー、いい感じにできましたね。オッケーオッケー。ちょっと上から見てみようか。よいしょ。上から見るとこんな感じです。まあ中は入れてないからね。こんな感じですね。ギザギザになってますね。おー、いいね。いい感じだね。よし。あとは、あの、この間ですね。この間にエレクトリックフェンスを、えー、横にね、 仕掛けていくこの1マス間隔ぐらいで、えー、横向きに、えー、仕掛けていくだけですね。まあ、この仕掛けるのはちょっと難しいけどね。端っこはちょっとね、あの、狭まっちゃうから埋め込んだりした方がいいのかなと思うけどね。埋め込みたい感じではあるよね。せっかくのこのランプをね、生かしたいところだから埋め込む。 でも埋め込んだらね、結局縦にしかつけれないよね。だから天井張って埋め込むタイプで行くか、そこはまだ考えてないんだよね。横向きに本当はこう貼って、いっぱい貼りたいんだけど、で、中に行くにつれて細くなるみたいな、にしたいんだけど、コスト的にはそっちの方がね、安いんだけど、耐久性で考えると、そうだな。 まあでも横をそんなに通ってこないよね。こう広げたわけだから、多分真ん中を絶対奴らは通ってくるだろう。うわーうわ、ちょっと待って。ちょっと待って。危ない、危ない、逃げて。うわいまだまだ置いてないから電気。あ、でも通る感じはわかる。ああ、そうと来るのね。そう来るね、ゾンビたち。あ、ちょっと壊れそう。ちょっと待って。あ、やっぱ真ん中来てるね。真ん中来るね。いいけど、オッケー。オッケー。ありがとう。よし。 帰ってくれ、君たちはもうやべえやべえやべえよしよしよしなんとかこのバリケードいや壊さないでー壊さないでーちょっとーうわーボロボロにされてるー怖い怖い当たらんよし やべえやべえ、めちゃくちゃ団子になっちゃってるよ。本当にこれだから。よし。ちょっとマジで待って待って待って。火炎火を投げ込みたいところだな、マジで。おい、お前ら。来た来た来た。みんなそこ行くんだ。あ、来た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 。何人か結構来たな。集まってきた。 殴らないやつもいるよね。殴るやつは殴るけど、半分ぐらいが殴ってない。だから賢いやつがたまにいるよね。で、さらに賢いやつはあっちから回ってくると。何なんだろうな。個体値があるのかな個体差があるのかもしれないね。ゾンビによってもね。そりゃそうか、ね。ありそうだもんな。それぞれね。能力差が同じ見た目でも。よし。 デブはデブはまだ生きてるな。二人とも生きてる。いや、一人だけか。よし。OK。あらかた片付いたぞ。ふぅ、危ない。めちゃめちゃにしやがった、あの野郎。本当に、恐ろしいわ。まあ、死ななかったからよかったけど。危なかったな。まあ、ゾンビの来る方角はね、とりあえず分かったから、あれ、ゴアブロック全部消えたし。 ほっ。よし、オッケー。いいおお、いいね。お前は優秀だったな。レベル上がった。あそこにまだ残党がいるけど、まあいいか。えー、っと、うわー、結構ボロボロにしてくれたなぁ。本当に、何もないと、もう一瞬でね、一瞬で壊れることになるね。あ、上まで壊れてるなぁ。こっから登って攻撃してたのかな奴らは。 やばいな。せっかく置いたのに。はい、修復終わりました。とりあえずじゃあね、エレクトリックフェンスを置いていこうか。まあ、やっぱ縦に置くとね、コストがね、かかっちゃうからね、下に埋め込んで、縦に、天井をつけてね、えー、こう、縦側に置くと、その、このブロック分、えー、フェンスをね、置かないといけなくなっちゃうんで。 かなりコストパフォーマンスが悪すぎるから、まあおそらくそっちの方がね、あの、頑丈にはなると思うんだけど、さすがにちょっともったいないから、ここは横でこう配置して、最後のこの辺のところだけ、まあ縦で置けたら、縦で置こうかな。そんな感じでいこうか。まずはじゃあここだね。一番端、あ、外側もやっぱいるね。ここだな。ここが一番狙われにくい。 ポイントだと思うから結局ここの角角から攻めていこうかこうだよねで次ここだねでこう来てまあここぐらいまで行こうかでここは埋め込むうんさすがにこことここつなぐだけじゃね弱いよねうん OKOK でこっち側も角を置いて置いて こうと。で、それぞれぞをつなぐと、うん。まあ斜めにねクロス、ね、配線とかしてもいいんだろうけどとりあえずまっすぐ置いた方が効率ねまっすぐつないだ方がね効率いいかなというところなんでねまっすぐつないでいこううんよしよしそんな感じでじゃあここをちょっと埋め込み式でやってみるかまだ時間はあるからね全然いろいろ試せそうだねよし3段削って で一番下に埋め込む埋め込んで真ん中にもそうか入れないといけないか3本いるのか3本立てて上とつなぐ感じでいくかそうだよねそうしないと縦でにつなぐんだったら縦のその場所しか確保できない確保というかねカバーできないからね斜めにつなぐんだったら2本2本でいいこうバッテンこう対角線上に つなげばいけないことはないけど難しいかこの対角線だもんねこっからこういう感じでこうくるわけだよねうんちょっとかかりにくい高さになりそうだなでももうフェンス意外と消費してるね 意外ともうないっていうフェンスが。コストパフォーマンスはもう足りないわ。これ周りに置くだけでも結構かかるもんね。あと3面置かないといけないから。1、2、3。4つは確実に。4つ4つで8個は置かないといけないから。8×3 で24個いるわけだ。もうすでに足りないわけだから。ちょっと一番、ここはちょっと後で考えよう。ちょコストパフォーマンスがね、今間に合ってないから。 まあまだ時間はあるけどね。時間はあるから、まあまだなんとかなるレベルではあるね。とりあえず置いといこう。置ける分だけ置いとこう。よし。とりあえずこっち側までか。ここまでだね。あと4つ足りないね。あと今思ったけど、この一番端と端が届くかという、あれ、問題。ちょっと忘れてたけど、多分届くと思うんだよね。これぐらいの距離だったらギリギリいけるんじゃないかな。おそらく。行けると信じたい。行けなかったらやばい。 よし。よし。じゃあ、あとは、この、まあ、このフェンスはね、機械分解して、家の機械ね、山ほどある機械を分解してね、あの、宝ジとアイアンさえあれば作れるから、まあ、そんなに時間はかからないだろう。家には機械がね、まだまだ山ほど眠ってるからね、壊す時が来たようだな。はい。すべてのポストを置いて、配線も終わりました。これでね、えー、完成ですね。 なかなかいい感じになりましたね。結局朝になっちゃいましたね。結構時間がかかってしまった。しかも結構な高コスト。そんなに低コストではない。結局下に、えー、3個埋め込んで、えー、縦にね、つ、え、な、ー、ぐ形でね、いきます。だから4つね、4面とも同じ感じですね。横の配線も ま、あジグザグにね、えー、つないでる感じですね。結構ね、ワイヤーあるから、これでだいぶ足止めできるかな。ま、あ雑魚ぐらいだったらここまでで、なんとかね、あの、し留めてくれると嬉しいけど、どうなんだろうな。微妙だけどね、これで死ぬのかどうかだよね、雑魚が。あと、これがうまくね、あいつらが引っかからないことを願うしかないね。引っかからずに、あのね、 こう真ん中を通ってきてくれないとやばいよね引っかかったやつはもう消していかないと多分一撃殴られたらね壊れちゃうから本当にそこを守れるかどうかだなうん結構なねコストだなジェネレーターもパワー足りるかなエンジン足りなかったらちょっとエンジン取ってこないといけない上から見るとこんな感じなかなかいい感じだよね端がやっぱちょっと不安だね端ね端の部分うん。 でもいいね。いい感じにできた新しいゾンビ迎撃システム。果たしてこれが奴らに通用するのかね。わかんないけどね。いいですね。今までとはちょっと違う感じでね。まあ、全方位対応してるからね。一応ね。どっから来ても大丈夫。よし。これでね、次回、えー、報道を迎え撃ちましょう。というわけで、今回はこの辺で終了します。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴。 ありがとうございました。